ブラッド・レーガンズはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミネソタ州アップルトン出身。1972年、レスリングのワールドカップにてフリースタイル 92kg 級で優勝。1975年には NCWA のチャンピオンとなり、1976年のモントリオールオリンピックではグレコローマン 100kg 級で4位に入賞した。 1979年の世界選手権では3位、パンナム大会では2連覇し、1980年のモスクワオリンピックでは金メダルも確実とされたが、アメリカをはじめとする当時の西側諸国の集団ボイコットで出場はならず、バーン、ガニアのスカウトでプロに転向。1981年12月、アワでプロデビューを果たす。デビュー後は、 アスリート系の技巧派ベビーフェイスとして活動し、ジャック・グレー、ジェリー・ブラックウェル、シーク・アドナン・アル・ケイシー、ボビー・ヒーナン、レイ・スティーブンス、ケン・パテラ、ボビー・ダンカン、アドリアン・アドニス、ジョン・トロス、クリス・マルコフ、ミスター・サイトーデビット・シュルツ、ビル・ロビンソンなどと対戦。1983年8月には全日本プロレスに、初来日。 8月30日の新潟市体育館大会では、ジャンボ・ツルナとのシングルマッチが行われた。アワでは、ィック・マーテル、グレッグ・ガニア、ジム・ブランゼル、カート・ヘニングラと共に、次期世界王者候補と目され、1984年1月には、ニック・ボック・ウィンクルのアワ世界ヘビー級王座に連続挑戦した。1985年4月21日に、 セントポールで開催されたストルケージ85には、ノースダコタ大学の先輩にあたるボブバックランドとのコンビで出場、ブッチリードラリーズビスコを破っている。翌1986年4月20日に、ミネアポリスのメトロドームで行われたレスラーク86では、過去のモスクワオリンピックボイコット問題を下敷きとしたアングルの下オープニングマッチで、 ソビエト人ギミックのボリス・ズーコフと対戦した。1987年に WWF に移籍、1月19日にニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、フレンチ・マーチンを相手にデビュー戦を飾る。以降、ジミー・ジャック・ファンク、アイアン・シーク、ニコライ・ボルコフ、ディノブラボー、マイク・シャープ、ロンバース、タイガー、チャンディー、シカーノ・アイ、テリー・ギップス、 小勢ストラーダなどのヒール勢と対戦するも、前座試合のポジションから脱することはできず、短期間で離脱。アワに復帰後は、同じくオリンピック選手だったケン・パテラとオリンピアンズ、なる、タッグチームを結成、1989年3月25日に、バッドカンパニーから、アワ世界タッグ王座を奪取した。末期のアワでは、ウェイン・ブルーム、マイク・イーノス、 タリー・ブランチャードとも対戦している。1989年4月からは新日本プロレスの常連外国人選手となり、1990年にかけてはスティーブ・ウィリアムスの参謀格としてサルマン・ハシミコフ率いるレッドブル軍団とのベーソのレスリング構想を展開した。新日本プロレスでは若手選手のコーチやアメリカ人レスラーのブッキング業務も兼任し、 スコット・ノートンをはじめ自身がトレーニングした選手を新日本マットに来日させた。セミリタイアゴはミネアポリスにて日本ではレーガンズ道場と呼ばれるレスリングスクールを主催選手の育成に専念している。1990年代初頭にはアメリカの女子プロレス団体イプエアのトレーナーも務めていた。ありがとうございます。